皆さんこんにちは。今回の動画では、いつものようにモンスターの紹介。とは思考を変えて、モンハン世界に登場する、キャラが濃すぎる、NPC キャラクターたちを紹介。メインであるモンスターを差し置いて、モブキャラ紹介かよ。そんなんで動画になるのか？しかし、モンハンの設定をより深く知れたり、人間の目から見た、モンスター世界が分かったり、何よりどいつもこいつも、癖が凄すぎて完全にネタキャラか。中には、モンスターよりモンスターなキャラクターもいて、悪目立ちしまくっちゃってるので覚悟してください。きっととんでもないキャラクターたちが登場することだろう。では行きましょう。まず一人目は、モンスターハンターワールドにて登場していた、大団長。大団長はその肩書き通りに、モンスターハンターワールドの舞台となる、新大陸の調査を行う、調査団を率いる師団長で、同じく調査団に属する総司令や、ネルギガンテと前線をしていた、ソードマスターとは同期。なので、もうすでに60代近いおじいちゃんのはずですが、ハンターを軽く凌駕する、筋骨隆々の体に、縦髪のような金髪をオールバックにした、ワイルドすぎる、特徴的な見た目をしています。パワフルおじいちゃんって感じだな。そして、パワフルボディが関係してか、作中での装備はかなりの軽装で、防具と呼べるような、鎧や兜を身につけている様子はなく、武器を持っているシーンも皆無。調査員なら標準装備されている、スリンガーも、邪魔、自分で投げるからいい、と身につけず、実際に、他の団員が抑留にスリンガーのロープを打つ中、本当に自力でロープをぶん投げていたり、調査団にはほとんど顔を出さず、常に素でかつ単独で、大陸各地を調査しまくる、自由気まますぎる行動から、団員からは放浪リーダー呼ばわりされています。そんな、パワフルすぎる見た目と生態からか、5期団のメンバーからは、ラージャンかと思った、と言われ、ソードマスターからは、ラージャンのような竹木男、と評され、プレイヤーたちからも新種のラージャン呼ばわり。何かと、ラージャンの同族いじりをされていました。確かに言われてみれば、どことなく似てるような。そしてアップデートでラージャンが追加されると、登場ムービーではついに、大団長とラージャンとが初絡み。しかしその内容は、目を疑うほどに衝撃的で、なんと、ラージャンの放った気候ブレスに対して、自身の身の丈以上はある、超巨大な岩石を持ち上げ、縦代わりにして防ぐという、固有級生物顔負けの荒技を披露。ラージャン並みのマッスルに、岩を使って攻撃を防ぐ、クルルヤック的な一面も持ってるんだな。確実に、クルルヤック声のモンスターな大団長ですが、さすがにそんな無茶がそうしてか、受付嬢に肩を貸してもらわないと、歩けないほどに、消耗してしまっていました。逆に、ほぼ素手でラージャンの攻撃を防いで、まだ生きてるって、どんな体してやがるんだ。ちなみに、このラージャンの登場ムービーでは、ラージャンのアレンジされた戦闘曲が流れますが、そのタイミングも、ラージャンが出てきた瞬間ではなく、なぜか大団長が登場した瞬間。運営さんからもしっかりと、ラージャンいじりをされているようです。やっぱり大団長は、新種のラージャンなんじゃ。これだから、大自然ってやつ。続いても、モンスターハンターワールドにて登場したキャラクターより、竜人族ハンター。彼は新大陸の調査を担当する組織、新大陸固有調査団の、一機団として調査を行うハンターで、その見た目は、紺狼に凛々しい眼光。そして視力深く寡黙な性格からも、圧倒的強者感を漂わせている、世にも珍しき、竜人族のハンターです。竜人族？竜人族というのは、モンハンシリーズに登場する種族の一つで、人間と似た見た目をしながらも、長く器用な4本指と、エルフのような尖った耳。そして、人間よりもはるかに長い寿命を持つ種族で、いわゆるファンタジーゲームや、アニメに登場する、亜人種のような存在です。なるほど。今のところはネタキャラ感皆無だし、なんなら重要人物っぽくてかっこよいぞ。しかし、そんな竜人族のハンターには、すべてを超えた先で一乙おじさん、という、もう一つの呼び名が存在。前言撤回。名前からもネタ臭がプンプンしてくるぜ。この、すべてを超えた先で一乙おじさん、という名前は、作中で彼が発していた言動と、とある事件が原因で付けられていて、まずその言動というのがこちら。もし君も導かれたのなら、すべてを超えた先でまた会おう。これは主人公と、すべてを超えた先で一乙おじさんとの、オオアリ塚の荒れ地での初対面シーンで、主人公に何かを感じた、
すべてを超えた先で一落おじさんは、すべてを超えた先でまた会おう、と告げ、さっそうと旅立ちます。ちょい途中に病に蝕まれてはいるが、まだギリギリかっこいいぞ。その後は大した出番はありませんでしたが、その間に超大型固有を倒したり、各地の固有を借り倒すと、主人公がすべてを超えた頃だと判断し、調査していた新種領地、地脈の収束地への同行を依頼。そして倉木川を船で越えて、収束点にたどり着くと、収束地で新たに誕生したモンスター、名刀竜、ゼノジーバが目覚め、ネオキビームで即気絶。気絶後は、大団長に抱えられながら、落とした総中魂はお供に運ばれ、戦線離脱。全身を使って、皆の足を引っ張ってるんだな。雰囲気のある、それっぽい見た目と、すべてを超えた先でまた会うという、超強キャラっぽいセリフからは想像もできないくらい、あっさりと一落ちしてしまっています。なるほど。名前の通りに、すべてを超えた先で一落ちしてしまったから、すべてを超えた先で一落ちおじさん、と付けられていたのか。あだ名のセンスが秀逸すぎるぜ。しかし、すべてを超えた先で一落ちする原因となった、ゼノジーバ討伐後の宴会には、ちゃっかりと参加。そして常人との飲み比べでは、ネルギガンテにクルルヤックが挑むようなもの、と例えられるほどに、酒に強いと言われていて、宴会では、君のおかげで助かった、と言いながら、その酒豪っぷりを見せつけています。働かざる者食うべからずって知ってっか？続いては、シリーズほぼ毎作登場していた謎の老人。山菜爺さん。山菜爺さんは、竜人族であること以外は、謎に包まれた NPC キャラ。ハンターでもないのにフィールドに常駐していて、森岡や密林は当たり前。厳しい環境や、強力なモンスターが生息する、火山や極寒の地にも、平然と存在しています。そんなところで何してるんだか。一説では、亡霊だの精霊だのと噂されていますが、そんな山菜爺さんに話しかけると、回復薬や飛薬をはじめとした、仮に役立つアイテムをもらうことができたり、アイテムをブツブツ交換してくれたりするので、お世話になったハンターさんも多いのでは？たまにトラップで、貴重なアイテムをゴミに変換させられることもあるけどな。しかしギルドからもらえる、山菜組引き換え券には過敏に反応して、モンスターの天輪やら、玉やら、かなりレア度の高いアイテムとも交換をしてくれるので、山菜爺さんとは名ばかりに、言うほど山菜は探し求めてないみたいですね。もはや引き換え爺さん。そんな感じで基本的には、ハンターに対して優しく、気前のいい人物ですが、しつこいハンターに対しては、手厳しい一面もあり、物乞いしすぎるとクエスト終了まで、一切話を聞いてくれなくなってしまいます。そしてその態度が絶妙にイラッとするので、手に持った武器を震わせながら、思わず殴りかかってしまったハンターさんも、多かったのではないでしょうか？攻撃がすり抜けてるぞ。亡霊説あり得る。かも。続いてのネタキャラは、モンスターハンターライズから登場した、加工屋の中子。中子は、見た目が元スマップの中井さんやら、俳優の、谷原章介さんにそっくりで、鍛冶屋にしておくにはもったいないほどに、端正な顔立ちをした男です。確かにそっくり。でもそれだけで、ただの鍛冶屋がネタキャラ扱いされてるのか？中子がネタにされている理由は、その見た目からではなく、シンプルにうるさいという点。うるさい？モンスターハンターライズから、ハンターや NPC のボイスも豪華になったことで、ハンターが装備を選び悩んでいる間も、作りますか？鍛えますか？さあ、どうします？武具は狩猟の要ですからね。なんなりとどうぞ。強さだけではなく、見た目も大事にしたいですよね。それでついつい悩んでしまう、お気持ち、わかりますよ。といった感じで、淡々かつ延々と喋り続けるんだ。それはちょっとうるせえかもな。試しにググってみると、中子、うざい。中子、うるさい。と、その独特なセリフ関係で、ほぼ悪口な予測変換が出てくる始末。そして、その口調やら、トーンも絶妙な癖があるので、試しに鍛冶屋を覗いてみると。作りますか？鍛えますか？あ、どうします？なんなりとどうぞ。やりますか。腕が鳴ります。武具は狩猟の要ですからね。じっくり考えてください。強さだけではなく、見た目も大事にしたいですよね。それでついつい悩んでしまう。お気持ち、わかりますよ。納得いくまでゆっくり選んでくださいね。時間はいくらでもありますから、頑張ってくださいね。確かにうるせえ。ハモンじいちゃんはゆっくり悩ませてくれるし、少々面倒だが、菊市村の加工屋まででも期待レベルだ。お気持ち、わかりますよ。そんな中子でしたが、モンスターハンターライズにて、重ね着装備が追加されたのは、実は彼の発案からだそうで、こう見えても加工屋としては超優秀。強さだけではなく、見た目も大事にしたいですよねー、のセリフ通りに、見た目も大事にできるようになったことで、最終的にハンターからの株は、爆上がりしています。確かにうるさいけど、重ね着を実装してくださったのなら、中子、様々です。続いてもモンスターハンターライズより、普賢というキャラクター。
普賢は今作での拠点となる、カムラの里の里長にして、筋骨隆々な引き締まった体に、忍者のような二振りの刀。ボイスはスネープ先生だったりと、まさに里の長にふさわしい、何かと強そうなキャラですが、めでたくネタキャラか。一体何をしでかしたんだ？普賢は他のネタキャラクターたちとは違い、彼自身が、特別何かしくじりを犯したわけではなく、押し寄せるモンスターの大群と戦う、百竜夜行での、開幕普賢、という行動でネタにされています。開幕普賢。百竜夜行では、大砲や速射砲といった兵器だけでなく、里にいる NPC キャラクターたちを召喚して戦うことができますが、開幕普賢はその名の通りに、開幕と同時に、里長の普賢を召喚することなんだ。それにより、終盤に出てくる強力なモンスターや、群れを率いる、主モンスター相手ではなく、最初にはいたザコモンスターに攻撃し、颯爽と回収されていくという、珍場面を見られます。何より、回収されてく里長がシュールすぎて笑える。続いては、わがままな第三王女。彼女は、自分の私利私欲のためだけに、あらゆるモンスターの討伐、捕獲を依頼してくる、ヨンデジのごとく、超わがままな王女で、シリーズおなじみの、小ネタ的なキャラクターです。そんな奴出てきてたっけか？実際は、クエストの依頼文に名前のみが登場していて、どんな見た目で、どんな声のキャラクターなのかは不明。しかし、初代モンスターハンターから、モンスターハンターダブルクロスに至るまで、10年以上にわたり、むちゃくちゃしてきたお方です。そんな第三王女と切っても切れない縁なのが、金獅子、ラージャン。なんでラージャン？これは、彼女がラージャンの毛でコートを作りたいという、ぶっ飛んだ理由で、狩猟依頼をしてきたことから始まり、そこからは、ラージャン手袋やら、ラージャンスリッパやらと追加発注。これにより、第三王女のクエストイコールラージャン、の方程式が出来上がってしまったんだ。全身ラージャンコーデをするために、あの超攻撃的生物を仮に生かされることになるとは。他にも、ディオレウスをペットにしようとしていたり、ティガレックスアシュを、目覚ましにするために捕獲依頼を出したり、女王の座をかけて、ディオレイヤとタイマンを張ったり、キリンを馬車馬代わりにしようとしたり、最終的には、自らラージャンに挑みに向かったりと、イカれた依頼内容を上げていけばキリがないです。確かにわがまますぎる。そんなクエストが、総勢23個もあり、詳しく紹介している動画もあるので、わがまま娘に振り回されたい、物好きなハンターさんはぜひご覧くださいな。大鳥を務めるのはやはりこの方、受付嬢。モンスターハンターワールドでは、主人公の相棒となるキャラクターですが、素行の悪さと、若干芋臭い見た目から、ハンターたちからは愛情を持って袋叩き。見た目に関しては、モンスターハンターワールドに登場する、他の受付嬢が可愛すぎたので、不憫な気はしますが、モンハンシリーズを代表するネタキャラクターです。確かにブサイクというほどでもないけど、美形揃いだった受付嬢の中では、残念症だな。そしてこの受付嬢は、村や集会所に常駐し、クエストの受諾業務を行う、いわゆる、シリーズおなじみの受付嬢とは異なり、実際に主人公と共に現地にも向かい、各地域の情報収集や、まとめ上げによる、モンスターの生態解明を行っています。ネタ扱いされて叩かれてる割には、ちゃんと相棒やってそうだけどな。しかし蓋を開けてみると、働かない、自己中、超トラブルメーカーの三拍子。やっぱりハンターたちからは、愛情を持ってボロクソに叩かれています。本当に愛情あるんだよな。そんな彼女の悪用を振り返ってみると、まずはクエストや探索中は、ベースキャンプに常駐。主人公を慣れ慣れしく、相棒と呼ぶ割に、自分は相棒らしい仕事はせず、ひたすら指示&、応援オンリー。警戒心と学習能力が皆無なので、考えなしで飛び出してはピンチになり、たびたび主人公や仲間に助けられるも、感謝の言葉や、謝罪の言葉は一度もなし。しかし拠点に戻れば、私たちのせいか、と主張して、手柄を横取りし、そして他のメンバーが忙しく働いている中、一日中食堂で飯を食っていると、好き勝手にやっています。なんかもう、ちょっと嫌いになってきたぞ。もともと戦闘は、彼女の仕事ではないし、ほとんどがストーリー進行上で仕方ない、ムービーシーンでの出来事なので、彼女の責任ではないのですが、やはり、イラッとしたハンターさんも多かったようですね。そんな受付嬢のネタキャラ度合いは、まだまだこんなものでは済まされず、ネタ化をブーストさせたのが、常軌を逸した彼女の食欲。実際に彼女の口癖は、悩んだら食ってみろ、だったり、調査拠点では、基本的に食事場におり、本を読みながら、皿に盛られた、肉や果物をもぐもぐ。鎧玉や手形といったアイテムも入手できる、蒸気機関管理所では、アイルーたちが燃料を投げ入れ、蒸気を上げている中、受付嬢は芋を放り込み、最終的には、こんがり焼けた焼き芋を、一人むしゃむしゃ。
フィールドに調査に出向いている時も、ベースキャンプでは、アイテムボックスを漁っています。携帯食料でも盗み食いしようとしてたのか？そしてそんな異常食欲を持つ彼女は、イビル城とも、とある映像で奇跡の共演。大食いモンスターの代表格とも言える、イビル城と、作中でほぼずっとご飯を食べている、受付嬢をかけて、受付嬢なんて、あだ名をつけられたりもしています。食いしん坊モンスターと、食いしん坊受付嬢とのコラボってわけか。そんな受付嬢は、食料を探していたところを、ドスジャグラスに襲撃され、さらにそのドスジャグラスを狙った、イビル城に襲撃されるという、案の定、自らトラブルを巻き起こしたことで誕生しています。というか、やっぱり食べ物関係からなんだな。しかしそこからは、謎に自力でイビル城に乗り、相棒とわめき散らす、相変わらず想像しいぜ。そしていざ助けると、逃げる時の手際の良さは半端じゃなく、この動きの良さがまた腹立たしいと。受付嬢をイビル城の餌にして、見殺しにしようとしたハンターさんも、いたとかいないとか？なんかもう一周回って、愛着が湧いてきました。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。